第196弾。東大寺の神与、当時の若宮より跪座の時、源氏の苦行を参られけるに、この都の大小にて先を追われけるを、土帝の相国、斜塔にて経筆いかがはべるべからんと申されければ、追人の振る舞いは表情の家が知ることに候とばかり答えたまいけり、さて後に仰せられけるは、この小国北山省を見て請求の説をこそ知られざりけれ、眷属の悪鬼悪人を恐るるゆえに、神社にてことに先を追うべき断りあり、とぞ仰せられける。第197弾。諸子の僧のみにもあらず、上学の女樹ということ、縁起式に見えたり、すべて数定まりたる苦人の通合にこそ、第198弾。陽明の助に限らず、陽明の盛んというものもあり、政治要略にあり、第199弾。与川の行船法院が申しはべりしは、東土は呂の国なり、律の女し、和国は単立の国にて呂の女し、と申しき、第200弾。呉竹は葉細く、川竹は葉広し、三河に近きは川竹、自重殿の方によりて植えられたるは呉竹なり。